こんにちは。はい、今日は、はい、何するんですか。トマトの肉詰め的なやつを作りたいと思います、はい。まあ、ピーマンの肉詰めはよく作りますよね。そうですね。トマトの肉詰めは誰も作ったことないと思います、はい。トマトでできるんですか、これ。トマトに、まあ、くり抜いて、なんか、まあ、細かくカットして、うん、切り肉と合わせてもう一回戻すと。また入れるんですね、はい、なるほどなるほど、そういう感じです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあトマトをくり抜いてください。はい、どうくり抜くのかな。上切るんですか。上切ってスプーンとかでグリッてするんですかね。ちょっとヘタ、ね、側から取るみたいですね。こんぐらい切ってくり抜くみたいな。グリッて、はい、いいですね。はい、じゃあこんぐらいでいいかな。いけますかね。いってます。斜めにいきました。はい、はい、はい、それを中をスプーンでくり抜くんですね。くり抜いて、で中身はまたここに出してください。あ、そっちに出していいですか。はい、島さーこれもちょっと残ってましたね。あ、そうですか。はい、ちょっと欲張っちゃったな。これも欲張っちゃいましたね。スプーンはちっちゃい方がやりやすいですね。そうですね了解了解試行錯誤ですね、はい。え、難しいですよこれ。お、こ、ここ、ここ、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 お、危ない危ない、なんか破れそう、はい、本当に。いや、難しいな、結構最後がね、お、最後がね、お、開けた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 、いいですね、いいですね。取れたぜ、こんな感じですね。はい、で、中のちょっとドロドロ系も取ってくださいね。はい、取っていきます。あ、やばい、俺これ苦手だ卵割るのとどっちが苦手かな。いや、卵は最近克服してきました。あれ、なんか、はい、じゃあその苦労してる横で、はい、おう、これをカットして、はい、あのつるつる、まあ、いわばモスバーガーに入ってるような、はい、あれですねあれにしちゃいます。これトマトのこの緑のぐちゃぐちゃが結構苦手なんですよ。苦手なんですか。はい、何でも好きトマトの香水って昔っていうか今でもあるんですけど、はい、ね、ちょいと高校時代に香水が流行った頃にですね、はい、トマトの香水が欲しくて、はい、高くて買えなかったんですよ、はい。今思ったら変な香水選ぼうとしてたなって買いはしなかったけど、はい、トマトの匂いがする人ってどうかなって思いながらですねもうこの匂いと近いです、近いです、このちょっと青臭いような匂いがするんですよ食べ物としては好きな匂いですけど、うん、よし、じゃあカットトマトはこの中へ。はい、あ、オーブンを200度に予熱しておくと、はい、なるほど、オーブンで焼くんですね。はい、じゃあオーブンを予熱しておきます。はい、はい、お願いします。バジルもちょいとちょいと切って、はい、バジル大丈夫ですか。大丈夫ですよ。バジルもね、あの家庭菜園というかちっちゃいプランターで前育ててたんですけど、はい、めっちゃなんかちっさい芋虫みたいなのが寄ってくるんですよもう1日2日ぐらいでほぼ葉っぱなくなりましたね、はい、すごい。でもハーブ系ってなんか虫が寄らないみたいなイメージがあるんですけど、いやいや違うんですね。日本には食べ食う虫も好き好きという、そうですね、はい、言葉がありますので、家庭も食っちゃいますからね、はい、あれ人間食っときゃいけないトマト、バジルといえば、はい、オリーブオイルですね。エクストラバージンオリーブオイル、いい香り玉ねぎは、あ、そうだ、玉ねぎみじん切りでお願いします。玉ねぎみじん切りですね、はい、じゃあ牛と玉ねぎを炒めて、いい、じゃあ豚肉じゃないや、合いびき、これ豚ミンチって書いてある。豚ミンチ、これに、塩コショウとクレイジーソルトを入れます。塩コショウとクレイジーソルト、あのと忘れたけど、ニンニク、今日はもうチューブ使います。はい、はい、まあでも、まあ入っちゃったらもうモスバーガーですね切り口の玉、トマトと玉ねぎと、モスバーガーを作ります。前作ってましたよね。でもモスバーガーなんかやりました、ね、はい、でバジルもここの状態で、はい、入れていきます。だいたい
肉の方に火が通ったと思うんで、はい、じゃあトマトも加えていきます。はい、トマーテ、はい、トマーテ、あとは何を入れればいい味に整っていくかな。塩コショウ、塩コショウもちょっと追加します。ちょっと薄味のものを食べたんでちょいと濃い味に、はい、薄味のものが横にあってますね、はい入ってるものはちょっと似てるような感じですけど、じゃあこれをずっと水分も飛ばしていきます。はいはい、はい、じゃあ、はい、これをだいぶ水分もなくなってきたみたいなんで、はい、これもこの器に入れていきます。誰の真似なんですか結構イタリアで生まれたパンツェッタさんですか。はい、でーすでーすって日本の女性綺麗ねイタリア人大好きらしいですね。はい、大好き。あの、口説かないことが失礼に当たるらしいですからね、イタリア人は。素晴らしいっていう言い訳でしょ、多分なるほど、言い訳なんですね、はいはいはい、はいはいはい、大丈夫ですか、熱くないですか。大丈夫ですよ、トマトの水分で守られてる、守られてるこの身のところの水分で、はいはい、たらその上にたら、はい、バジルとイタリア定番、はい、チーズです。もうピザの材料ですからね、はい本当ですね、ピザになってる、はい、ズチーズ、チーズ、さあこれを焼くんですが、はい、どれに乗せればいいですかね。それにもそのまま乗せていいですか。これにあれシート、いつものシートを、クッチングシート、クッチングヒートをクッチングヒートで思い入れてよし、傾かないですか。うん、思ったんですね。耐熱皿かなんかに傾いちゃいますね。お、いいですね。これが2つ入りそうですね。はい、あと1個はちょっと頑張ってもらいましょう自分で耐えろと、ちょっと自立してもらいましょう、はい、それが親の酢ばっかかじってたらダメですよ。酢ばっかかじりますからね。こうするかな。 OK、 はい、OK です。はい、これをじゃあ、はい、倒さないように入れていきます。はい、お願いします。はい、で、200度で10分焼くだそうです。10分、はい、はい、10分です。じゃあ10分後、はい、はい、もうそろそろ、なんかグツグツがすごいけど、これ何大丈夫なんですかね。下の方がなんか、はい、てん、じゃあ、はい、開けてみます。はい、オープン。お、あ、なんだ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 、なんだ、あれは汁だ、本当にチーズの油、あーが垂れてたんですか。あ、この割れたやつからなんか、あ、その肉汁とかも多分出てるかもしれない。全部染み出してる、はい、ちょっと斜めになっちゃったからあれだけど、そうですね、ちょっとこぼれてる感じはありますけど、はい、多分これで、はい、完成功ですね、はい、切るんですかね、切って、いや、すくい出しながら、そこがもうで、食べる感じでしょう。取れますか、いきますか、はい、逆にし下がしぼんでというか潰れて安定感が出てきたのかも。これはでも周りシワシワなってないですね。本当だ、こいつはカリバまだ若い若いこれはもう割れちゃってる、はい、これとかもうシワシワになってますね。シワシワですね、こんなになってますよ、こんな感じで、はい、熱、よし、はい、じゃあ、はい、食べていきましょう。はい、はい、それでは、はい、完成しましたので、はい、食べていきたいと思います。じゃあ、はい、ザクッと切っちゃいます。そうですね、はい、なんかこれ中身と外身を一緒に食ったら美味しそう。うん、でも中もちゃんとトマト入ってますから。そうですね、一緒、味一緒かもしれないさあドバッと、うわ、はい、トマトの水分と肉汁もいっぱい出てますね。うん、うん、いただきます。熱そうっすね、これですね。いただきます。うん、うまい、うん、おいしい。久しぶりにちゃんと生のバジルを食べた感じがしますねバジル好きなんで。結構ピザとかに乗っとるんですけど、はい、焼いてますもんね、はい、一緒に。で、いつも使うのってあの乾燥バジルじゃないですか。うん、あれをパラパラかけるだけであんまり香りとかもないけど、やっぱ生だと美味しいですよ。うん最高あー美味しいな、これ。うん、
これはでもあのピザ生地にのっけたりする普通のピザですねそれでも中身ほんとちょっと味付け後で足しましたけど、うん、濃いめがいいですね、そうですね、うん、濃くてちょうどいい、うん、いいなバジルということで今回はトマトの中身をくり抜いて肉詰めトマトの肉詰めですねトマトの肉詰めを作ってみました、はい、美味しかったです、美味しかったです、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はいし、はい。